昨日の切り抜き上がってないけど見どころなかったの。パーケ何やってんだおい。見どころあっただろうが。ピラミッドとか回避しただろう。おい。見どころあったよな。不安になってきたなんか。急に。うわ、広大すぎるマジで。マジで広大だな。なんだあれ。あれ村か？あれこれメッサ村村？ちゃんと、まあ、村かもしれんしな。普通にわからん。村じゃなす。何これ。これがピラミッドなの。あ、ピラミッドだ。わあ、ここはあれなのか、ツルハシなのか。これ全然あれだね。アカシアのあれで。これはなんか掘ったらなんかいいことあんのかね。こう通じてるんだ。これ下に繋がってんのか。マジで気をつけます。すげえチェストある。すげえチェストあるぞ。落ちない落ちない、全然落ちない。回避したのか。間違えた間違えた。めちゃめちゃ深い。なんだよこれ。なんだこれ。こっちじゃない。ちゃんとこっちにつけて。なんでこっちについちゃうんですか、なんか。てかこれ水で、水かけてあれすればいいのか。ちょっと待った、間違えた。これ何？これだけ？え？は？あのチェストは？チェストの中身とかって出てこないの？はあ。
終わりこれで。何のテーマだこれ。え、でも回避したんだ、すげえ。回避はしましたと。いや、マジで知らない。いや、だってジジジの音聞こえたら逃げるのが普通じゃん。いや、でもなんかいいな。みんなすげえって言ってるのを見て俺はニヤニヤすると。配信者失格。一般人がなんか言ってら。よし、それで。よしよし、気持ちがいいな。なかなか気分がいい。